一部上場企業の社長や企業幹部、政治家などトップエリートを対象としたプレゼンスピーチなどのプライベートコーチングに携わり、これまでに1000人の話し方を変えてきた岡本潤子氏。たった2時間のコーチングで棒読み、棒立ちのエグゼクティブを。 会場を総立ちにさせるほどの堂々とした話し手に変える劇的な話し方の改善ぶりと実績から伝説の家庭教師と呼ばれているその岡本氏が全メソッドを公開し累計20万部のベストセラーとなっている「世界最高の話し方」「世界最高の雑談力」に続き「待望の新刊、世界最高の伝え方」「人間関係のモヤモヤ、ストレスが一気に消える」 伝説の家庭教師が教える「7つの言い換え」の魔法がついに発売されたコミュニケーション戦略研究家でもある岡本氏が山下達郎氏の伝え方「7つの握手」について解説するまれに見る「握手だらけの伝え方」ジャニーズ事務所の小ジャニー喜多川氏の性加街に関連しミュージシャン山下達郎氏の発言が炎上しました 稀に見る、手だらけの伝え方、は、機管理コミュニケーションの失敗事例として歴史に名を残すかもしれませんこれまでずっとそのメロディーで多くの人の心をときめかせてきた音楽界のレジェンドがこんな形で批判を浴びるのは大変残念なことです今ここで我々が彼の失敗に学ぶことは何かその炎上の方程式と 彼が犯した伝え方7つの握手を分析していきましょう1コミュニケーションの目的と手段を取り違える彼の伝え方の最大の失敗はコミュニケーションの目的と手段を取り違えたことです彼がわざわざ声を上げた目的はそもそも何だったでしょうか察するに、 ファンや世の中の人の理解を得て、レピュテーションを維持する、ということだったかと思います。自分のラジオ番組で話をする、は、その目的達成のための手段でしかなかったわけです。しかし、その手段が目的化し、本来の目的が果たされることはありませんでした。 結局、自分の言い分を一方的に匹敵するだけに終わり明らかに目的を見失っていたように見えますこれが多くの人が犯してしまう「伝え方の7つの悪手」の1つ目「自分が言いたいことを言うことを目的化してしまう」です自分の言い分を伝えれば「分かってくれるはず」という安直な期待その多くは裏切られてしまうものなのです 自分は一時的にすっきりするけど相手は「に一方的な言い分」を押し付ける自分の中に溜まっていたうっぷんイコールガスを抜くためだけのコミュニケーションは聞き手の心にガスを充填、引火するだけに終わります言いたいことをぶちまけて自分は一時的にすっきりし胸の使いは降りるかもしれません しかし言葉は悪いですが相手の面前でゲロを吐くような行為であり許し合える関係性ならよくても一般大衆に対しては無理ゲー難度が高いというもの彼の中ではいつものラジオでいつものファンにいつものスタイルで本音を語ったという意識かもしれません多少エキセントリックでも彼らしい砲弾が許されてきたし それれが求められてきたわけですごくごく少数のファンミーティングで話していたつもりで実は覚醒器を持って街頭で叫ぶ「俺の話を聞けおじさん」になっていたことに気づいていなかったわけで相手を意識せず一方的な言い分を押し付けるという第二の握手を犯してしまったのです3もともと持っているイメージとの乖離 私の人生の中でも彼の音楽はデートや別れや挫折やワクワクする出来事のすぐそばに常にあって寄り添ってくれた存在でした。そのメロディーを聴くだけで脊髄反射的に人生のさまざまなシーンが浮かんでくる。そんな特別な存在だったわけです。とにかくおしゃれでポップでかっこよかった。 それゆえになぜか勝手に飲酒とか慣習とかに縛られずダメなものはダメという人という自由人というイメージが作り上げられていた節があります以下はネチズンのコメントをまとめたものです何をしゃべるが知性で何をしゃべらないかが品性スピードワゴン小沢氏の名言が参考になる 企業の中間管理職の中でも自分の発言がどのように受け止められるのか見通しお立てず口にしてしまう人がとても多い本人は単なるしゃれだよしゃれと弁明するし周りのおじさんたちもいつもあいつはああいう軽口を叩くんだよ許してやってと擁護するしかしその言い分が通じない時がある芸能人であれば世間 組織人であれば会社内の空気がどうなっているのか常に感度を上げて洞察することだ影響力が高い人ほど発言は利他的でなければならない利己的な人は常に自分視点で自分が言いたいことを話し話している間にヒートアップして論点と無関係な話まで持ち出す だから、何をしゃべるが知性で、何を喋らないかが品性、なのだ。影響力がある人ほど品性を求められる。話し方でカバーできる問題ではなかった。山下達郎さんの問題は人権意識がほとんどないということです。要約すると、知る立場にない自分はこれからもジャニーズ愛を貫きます。 そんな自分を批判する人は自分の音楽を聴かなくてよいという発言には倫理観のかけらもないのです普段から人権意識があるかどうかで話し方も変わります当方はそのラジオ番組を聞いてなかったので達郎さんがラジオ番組で何を語ったのかを活字にしてくれた記事なのでありがたい達郎さん自身 SNS をやらない古いタイプの人間ですと念を押しての肉声によって自分のご意見を世に出したことがかえってあだになったなと例えばツイッターによる活字での意見愚痴だと読解する側によって解釈や捉え方も変わることが多い「質教」「ラジオ番組で肉声で発信する伝達手段の方が達郎さんの本音10回が視聴者に伝わりやすい」 だからこそ往年のファンたちは山下達郎に失望したのだと思う口は災いのもととはよく言ったものである世の中全ては金儲けという価値観で判断すればこの方の言う通りなんでしょうねでももう金には困らないし名声も確立した同志が今あえて世間におもねったことを言う必要があったんでしょうか ももととメディアの受けなどを重視している人でもないようですし世の中には金やビジネス以外の価値観も重視する人がたくさんいますからここに書かれていることは一方的な見方に基づく批評だと思います達郎さんの先日のコメントが7つの大在のように分析されて失敗事例に挙げられるのは興味深い 口下手な私は下手なことをうっかり言えないからやはり沈黙は金なりとなりそうだ口はわざわいの元口から出す言葉には注意しなければならないしかしラジオのパーソナリティとして達郎さんは黙っているわけにもいかないだろうからコメントはせずにリクエスト曲でも流してればよかったですね 私だったら、ガラスの少年をリクエストします。